はい、始まりました、マイクラジオの時間でございます。どーん、今回もやっていきましょう。私が FB37 です。そして私が、お、私はキックマーク2的存在的存在存在、アルマットです。ヘヨです。では早速やっていきましょう。ババン、ヘヨが今朝食べたものは何でしょう、はい、チクチクチクタ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 ク、今朝食べてないんじゃない、下手したら。ヘヨさん正解は食べてないです。あ、キャットー、現代人ありがちー。なんで食べないの。もう朝起きたら行く時間だったんですよね。それもありがち。キック君朝食べた？俺は朝絶対食べないと力が出ないから食べた。ここで問題です。ババン！キック君が朝食べたものとは？チクタクチクタクチクタク。バナナ。チクタクチクタクチク。おじいさんの生まれた朝に買ってきた時計さ。俺の話は。それおじいさんに書き消されたよ。ねえ、ひどいおじいさんがいたもんね。クソじじい。今はもう動かないの、おじいさんも一緒だから。あらららら。悲しい。あれ、おじいさんの古時計ってそんな歌だっけ。どうなんだろうね。おじいさんと一緒に帰宅してるから、その時計も止まったから、おじいさんも止まったんじゃないってことか。まあ歌詞を見てみれば分かる。歌詞ああそうだ、おじいさん死んでるわ。おじいさん死んでます。うん、死んでる。うん、だって動かないから。そうだ、100年休まず動いてたけど、もう今は動かないから、時計もじじいも。まあ100歳まで生きれば大往生やな。まあ100まで生きればいいだろう。うんね、あとはその時計は鑑定団に出されるから、きっと。ひどい。鑑定団のメンバーも全員変わってるってことだ。100年後はね。やっと変わってるね、多分ね、それは。さすがに。変わってなきゃおかしいね。いや、わかんないよ。人類の人口はどんどん伸びてるからね。人口じゃねえや、寿命は。え？いや、まあ人口も伸びてるけどね。寿命伸びてますから。確かに、何が起きるかわかんないこれ。将来は100歳ぐらいの人はボロボロいるかもしらんぞ。想像してみろ、100年後の自分を。よよ、死んでる。大丈夫、死んでない死んでない。多分メカドッグになって生きてるよ。うっそー、かっこいい。もう生きてるって言うんすかね。100年後の未来より3年後の方が気になる。そうだね。あ、そう？ 100 年後はむしろどうでもいい。死んでるから100年後がどうなってるか関係ないからね。そうだね。そうやって人類は生きてきた。そのツケを今ずっと払い続けてる。いや、そんな深い話してませんよ。そんな深い話しないです。100年後よりもね、やっぱ今この手で守れる人たちを守りたい、そう思うって、エオヨが隠し日記に書いてました。おいおい、隠し日記。隠し日記。それをあなたが読んだんですか。ほらつまんねえギャグを。自分のセンサーだぞ。もっと怒れ。いいで。ひどい。そうだ、もっと怒れ。もっと怒れ。怒ればお前はもっと強くなれる。ああ。いいで。つまんねえギャグを自分に押し付けやがってって怒れ。今こそ怒りを。なんて野郎だ。もっとだ。怒りを燃やすんだ。ちくしょうは。もっとだ。もっと真面目に怒れ。もっとだ。悔しくて涙が止まらない。涙って悲しみじゃない、怒りだ。もう怒りを燃やせ。誰が悲しめと言った。お前に悲しんでる暇はないんだ。怒りで歯茎から血が出そう。それはただの思想の愚や。ノー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 、君たちそんな暴力は良くないよ。俺は言ってんのかな、ザコマン。あれ、はい、残念でした。ロード・オブ・ザ・リングのエルフには勝てません。
ゆきちゃん VS ロード・オブ・ザ・リングのエルフ。ゆきちゃんじゃない？いやでもロード・オブ・ザ・リングのエルフも相当だったぜ。あいつガンダルフの次ぐらいに強いだろ。ゆきちゃん結局鬼になっちゃうからな。その点ロード・オブ・ザ・リングのエルフは最後まで頑張ってたよ。確かに。ガンダルフ強さ。ガンダルフはロード・オブ・ザ・リング強さランキング46位ですよ。強さランキング弱っ。嘘だろ、ガンダルフマジで強いだろ、もっとマジで。ロード・オブ・ザ・リング、え、味方で一番強いの誰？強さランキング、あのね、なんだっけ、今さ前日談みたいになってるじゃん。知らん。それで確かめっちゃ強いやつ出てきてるはず。1位メルコールって書いてるよ。メルコール誰？初代冥王だって。あー伝説的な話じゃなくてなのかね。わかんない、もうとにかく強い。あと俺そんなに詳しくないからわからん。わからない。主人公の名前何？いやー、あとすまん、さっきの前日談ってあれだ、ハリーポッターの間違いだわ。マジか。それなら確かに最近やってたが、最近じゃない、去年だ。似たようなもんやろ。あ、今日はワクワクさんが住んだっていう家に来ました。あ、ゴロリいらっしゃい。ピンポン。どうもゴロリ、今日はよく来たね。まだ家についてなかった。今ピンポン言ったよね。言ったね。違う。口で言っちゃったよ。え？とにかくワクワク。わ。ゴロリ。え？まあ誰？めちゃくちゃあるの。誰だってね。気を取り直してワクワクさんちやってきたよ。どうもゴロリいらっしゃい。ピンポーン。来てなかった、まだ。ワクワクさん、いますか？どうも、ゴロリ、こんにちは。ワクワクさん、会いたかった。ああ、どうもね、ゴロリね。とりあえず寝まーす。朝でーす。ワクワクさん、会った瞬間寝ちゃったけど、おはようございます。おはよう、ゴロリ。あと、ゴロリ、早く話を進めてくれないかな。ワクワクさん、今日はどんな夢見たの？ああ、今日はね、そうだな、美味しいものをたくさん夢見て、見た目よ。なんかワクワクさんが壊れ始めた気がする。ワクワクさん、ちょっと全然似てないからびっくりするよ。似せる気あるのかな。うん、ちょっとすまん、絵をやってみてくれ、ワクワクさん。俺はあんまり資格がないわ。ちょっと知らんぞ。もうちょっとダミ声じゃないけど、ガラリーガラリーガラリーガガラリーガガガラリーガガガガガガガラ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 リー。チューニングしても正解がわかんない。めっちゃ高いな。危ない。ガガラリーガガラリーガラリー。うわ、怖い。ワクワク二代目さん、よろしくです。ワクワクさんだよ。え？は？ゴロリ元気だったかい？どう？なんかワクワクさん、北斗の拳のババアだよ、それじゃ。ワクワクしちゃうね。俺ワクワクしてきたぞ。違う。違うだろ。違うワクワクだ、それは。ワクワクさん、最近何してるの？最近はね、レールを引いてるんだ。人生のレールをね。何言うとんねん。急にどうしたんだろう。何を言うとんねん。ワクワクさん、なんかあったの？ワクワクさんはもうなんもないよ。ワクワクさんのことワクワクさんとは言わないよ。言わないね。僕じゃないかな。お前誰だ？偽物がいるぞ。なりすました。偽物がいるぞ。バレては仕方がない。
一体誰なんだよ。僕はジャジャマルだよ。ポカピ、ちょっと待って、ポピッカラだよ。あ、ええ、ポカピ、ポカピッカラ、ピッカラだよ。ピッコロさん、はがらずもオールサーっていう感じだね。ポロリは、はぁ、あ、俺らもナロー系考えよ。いいよ。転生したら何になってた設定にする？今マジで何でもあるから、ここでかなり木を照らわないとオリジナリティ出ないよ、ね、味噌汁とかどう？おぉ、斬新斬新。味噌汁になっちゃったけど、どうすんの？でもさすがにチート能力持ってんの、味噌汁。まず熱々。おぉ、で飲もうとしたやつらを、の舌を火傷させる。ああ、熱々やね。で、舌火傷したら結構、なんか後引くじゃん。うん。数日間嫌な気持ちになる。うん。すごい、なんか、気がめいる。で？嫌な気持ちになる。転生したい？それ。いや。自分がなりたいものになろう。なりたい自分になるってこと、つまり。そういうこと。ヘルバトラーだった剣はどう？ん？転生したらヘルバトラーだった剣。マジで？もう結構強いんじゃない？そうね、それはそれで。アンクルホーンじゃダメだったの？アンクルホーンじゃ弱い。ヘルバトラーの方が、弱いね、それは。インパクトが強い。だから今までのコンセプトはやっぱり、その弱いモンスターとかに転生したけど、チート能力持ってたから無双しますみたいな話が多いけども、ヘルバトラーだったら元から持ってるポテンシャルを存分に活かせると思うから。そうやね、なるほどね。 そこからちょっと展開をなんとかしていこうという。それは面白い。ヘルバトラーの問題点はやっぱ色が気持ち悪いことだから。ああ、うん、そこをなんとかちょっと、それを差し引いてもいいぐらいの強さを持ってるわけだから。まあね、あいつマジ聖戦士だからね。攻撃魔法も回復魔法も使える。しかも物理も最強の。マジ？まさにヘルバトラーと言える。あいつ確かザオリクも使えるだろ。最強。あいつ最強すぎるよな。優秀。優秀すぎる。俺が転生したら何だった剣にしたい？何だった剣？なんかいい案ない？一番やっぱ漫画を読んでる AOA さんに聞きたい、ここは。ああ。何転生したい？異世界おじさんが好きな AOA に問いたい。何ならいいと思う？そうですね。転生したら何になりたいかな。遠慮せず言ってくれていいんだよ。うん、どうよ。じゃあ、僕かな。え？何？やべ。やばい。やばい。やばい。これはやばい。何になりたいの？何になりたいって？何になった剣がいいって？ですね。悟空。悟空。ああ、わかった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 。ね、じゃあ、狼になりたい、狼。狼？千子さん？世話焼き狐の千子さんになりてえのか、おめえ。来たー。やっぱそうだったんだ。言ってない。それはそれはそれは。それは奇遇ですね。それはそれは。奇遇ですね。お前も。もしかしてあなたも。もしかしてあなたも。もしかしてあなたもですか？奇遇ですね。奇遇ですね。いや、まさかあなたもそうだったなんて。俺もなんです。あらららら。皆様、MSS プロジェクトの動画をご覧いただき、誠にありがとうございました。MSS プロジェクトは、ニコニコ動画と YouTube にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。登録ボタンはですね、上の方とかですね、あとはですね、下の概要欄にですね、URL がございますので、ぜひそちらの方で、ご登録できれば何よりでございます。